身を見るケツマノビッチは、ユーゴスラビアベオグラード出身の男子プロテニス選手。ATP ツアーでシングルス一勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス39位、ダブルス161位。キツマノビッチと表記されることも多い。ジュニア時代に2016年11月21日付のジュニア世界ランキングで1位となる。2017年にプロ転校。 2019年全豪オープンで予選を通過し、グランドスラム初出場を果たす。1回戦で、フェルナンド・ベルダスコに敗れた。BNP パリバオープンでは4回戦で、西岡義人に勝ち、ベスト8進出。準々決勝で、ミロシュラ・オニッチに敗れた。全仏オープン1回戦で、デニス・クドラを破り、グランドスラム初勝利。アンタルヤオープンで、ツアー決勝初進出。 決勝で、ロレンツォソネゴに敗れ準優勝。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン。 PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。